します。おはようございます。おはようございます。何ですか、この感じは。あ、歴代のね、ポスターを。はい。今日はですね、はい、ダムシリーズを代表して、はい、ぜひ藤田さんに見ていただきたいものがあって、お見せさせていただきました。おお、僕でいいんですか。小西くんじゃなくていい。ぜひ。あ、僕ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、座っていいですか。失礼します。うわ、なんか懐かしいですね、こうやってポスター見ると。そうか、はい、ちょっとなんかドキドキしますね。何ですか。改めまして、鈴村玲役の藤田玲です。はい、ファーストシーズンからね、この銀河騎士やっております。実は、他の公式 YouTube、はい、藤田さんが初のゲストになります。え、そうなんですか。今回は初めです。うわ、なんかありがとうございます、読んでいただいて。いや、なんかね、気の利いたこと言えればいいんですけど、はい、全くなんか今状況を理解していないというか。でもあれですよね、小西くんたちとミカちゃんと呼んでいただいた時、はい、あれは YouTube でしたね。あれは YouTube 配信です。そうですよね、はい、あ、配信の方だったからさ。そうです、はい、収録では初めて。なるほど。じゃあこれで収録を形にしていって、どんどんいろんな人呼んでください。はい、はい、お願いします。では早速なんですが、はい、こちらが藤田さんに見ていただきたいと思います。え、何何、なんかガロっぽいな、この黒い重い。何ですか、これを僕は今日見に来たということでいいんですか。はい、開けていいですか。どうぞ開けてください。すいません、失礼します。うわ、まだわからない、まだわからない。もったいぶるな、もったいぶるんだな、これ。ちょっと待って、これは一回置いとこう。なんか革新的なこと書いてありそうだし。いきます。お願いします。すごいすごい、うわーすごい、ガロプロジェクト、ガロシリーズ YouTube から。これあれですか、銀の盾的なやつですか。はい、すげえ。先日ですね、はい、ガロ公式 YouTube のチャンネル登録者数が10万人を突破しまして、はい、YouTube から銀の盾をいただきました。すごい、10万人ですか、登録者数。いや、すごい。ほら、 YouTube CEO スーザン・ウォジスキーさんから来てますよ、ガロに。いや、10万人ってすごいことですよね。だってちっちゃな村3つ分ぐらいですよね。そうっすよね。いや、すごいな。しかもなんかかっこいいですね。あ、で、銀の盾だから俺。そういうことか。なるほどな。じゃあ俺は次100万人の金の盾の時は呼ばれないってことですね。逆にね。いや、わかんないです。もうそっち側に立たせてもらえれば。はい。ちなみになんですけど、はい、藤田さん、その100万人を目指して、うん、これからガロ公式 YouTube 何をやったらいいとか。いや、それはそっちで考えてください。なんで俺が、なんで俺が考えなきゃいけないんですか。いや、でもそうですね、まあ、だから、まあ、新年もね、もうすぐ、ね、1年あっという間なんで来てしまうので、まあ、金が新年にかけまして、金の木は新年みたいな特番とかどうですか。まあ、監督ん家で昔はよく集まってたんですよ、初代キャストだったり、あとライダーとかも集まってこう新年迎えてたんですけど、まあ、最近ねコロナのこともあってできてないんで、監督ん家から金が新年の、おせちを食べる特番ですか。どうですか。配信で、配信、いや、収録の方がいいと思います。はい、みんないい感じになると思うんで、そしたら多分ね、放送できないこといっぱい言っちゃうんで。はい、わかりました。ぜひ検討する。いや、もうぜひぜひ参考にしてください。ありがとうございます。はい、チャンネル登録まだの方はね、ぜひ登録してください。お願いします。実はですね、はい、まだ発表があるんです。まだ発表がある。はい、何ですか。ちょっとこちらをご確認ください。はい、これは僕は見ていいですか。はい、ちょっと見えない。わかりました。じゃあ僕だけ見ますね。あ、こうだな。おお、なるほど。いや、やっぱすげえな。発表の方、はい、お願いします。ダダン、雨宮監督がガロ公式 YouTube ロゴを書いてくれました。はい、お
すごいですね。すごい、やっぱかっこいいですね。監督これ一瞬で描くから恐ろしいですよね。なんか僕らね、もうさっきあれですけど15年間監督のこの絵を見続けてきたわけであって、なんかもうちょっと普通になりつつあるけどすごいことですからね本当に。そういえばこの前僕監督から LINE が来まして、いつも毎年誕生日の時に一筆書いてくれるんですよ。で今年も来まして、すごいこうなんか1年間頑張れそうな字が書いてあったんで、なんかね、力をもらえる字ですよね、やっぱり監督の字って。まあ何の字かはちょっと教えないですけど、はい、プライベートなことなんで、はい、ここまで話しといて、はい、絶対言わないですけど。いやでもすごいですね。じゃあこれあれですか、この動画が公開されてる頃にはもう変わってるかもしれないということですね。あ、変わってる、はい、なのでぜひ皆さんチェックしてください。はい、もう一つですね、告知がありました。まだあるんですか。もうお腹いっぱいです。え、こちらご覧ください。本当？じゃあちょっと見ますよ。はい、お願いします。マジか。うわあ、嬉しい嬉しい。これは嬉しいぞ。僭越ながら僕から発表させていただきます。なんと登録者数10万人突破を記念して、ゼロシリーズの YouTube 期間限定公開が決定しました。イエイ。嬉しいな、嬉しいな、なあ嬉しい。僕がですね、主演を、させていただいているゼロシリーズですね、ゼロブラックブラッド、そしてゼロドラゴンブラッドを毎週2話ずつ、公開していきます、詳しい公開日時は、ガロ公式 YouTube 公式 Twitter をご確認ください。なんかこの時はやっぱゼロシリーズが初めて、1話の主役とかはやったことありましたけど、鈴村で主演の初のシリーズだったんで、すごいなんかこう気合が入ってたのを思い出しますね。でやっぱこの時出てた武志直樹くんだったりっていうのは未だに進行もありますし、別の現場とかであったりもしますし、でリリアちゃんもねご活躍で、でセインカミューさんは俺この前って言ってもちょっと前なんですけど、僕の地元のデパート的なねやつがあるんですけど、そこの1階でココナッツオイル売ってましたね。本当っす。本当っす。久しぶりに会って、あーセインさんみたいになって、あーレイみたいな、何やってんすかって言ったら、うん、ココナッツオイル売ってんのっつって、そうなんすねっつってで俺もだから行った時に出会っちゃったから、帰りにも出会うんですよそこ通るからで、あーお疲れ、お疲れっすみたいなおもろかった。すごくフランクな方でね、とてもいい方でした。でね、また金田監督だったんでね、この時はあれですよね、金田さんがすごい足が好きで、なんかすごい思い出としては足のカットがめちゃくちゃ多かったなっていう思い出が、まあその当時もね話してたんですけど、血と足っていう意味ではね、はい、レッグブラッドだったかもしれないですねこの最初のゼロは。で、まあ時を経て、はい、ドラゴンブラッドということで雨宮さんが、撮ってくださったゼロシリーズですけど、まあ、ユゲッチとも全然いまだにっていうか、この前新宿の伊勢丹メンズの前で会いましたね。なんかいいのあったって言ったら、いいのあったよ、ほら買っちゃったって言ってましたからねはい。ねえ、メアリちゃんはご結婚もされて、ねえユリアちゃんは、僕は最近ご主人とお仕事をしましたね。はい、でもなんかみんなまだやっぱりつながってて、何の輪が好きって全部好きなんですけど、まあ、やっぱり最初の登場シーンはすごい鈴村霊っぽくてかっこよかったなっていうのと、あとはもう最後の龍よ、龍のもう細かいことや、もうこれ CG チーム3人ぐらい死んでんじゃねえかっていうぐらいね、力の入りようなのでね、ぜひ、見ていただければなと思います。そしてタカさんもね、どちらも、出てらっしゃって本当にいい味出してらっしゃるんでね、濃い作品なので、見ていただければね。ココロちゃんもね、それ今忘れてた、ヒロイン忘れてた。ココロちゃんも今何気にいろんな、なんか CM にちょいちょい出てますよね。俺ラグビーの時タックルされてましたよね。ラグビーワールドカップの時にタックルされてましたね。俺ココロちゃんタックルされてると思って、多分ゼロでの多分経験が生きて、あのぐらいのタックルじゃ物事しなくなってるでしょうからね、はい、心ちゃん、うん、
これからも期待している女優さんの一人でございます。僕がすっごい涙流れた時に、助監が音出したんですよね。でカットになってその時初めて現場でうるせえよっていうの言ったの覚えてる。頼むよっつって。みんな同じ事務所。そうだよね。まさかの NG になるっていうね。結構ベテランの序盤とか。そう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 。阿部さんっていうね。阿部さん、この前は現場一緒でしたね。ありがとうございました。ぜひね、皆さんお気に入りの回とかもね、コメントなんで教えてください。僕も随時チェックしてまいりますし、Twitter でもね、コメント出せればなと思っておりますので、一緒に、ゼロシリーズも楽しみましょう。はい、ということでガロシリーズ次はね20周年を目指して頑張っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いしますね。ゼロもね新作やりたいですよ。ゼロ P はい、やりましょう。言いましたね。これ10万人が見てますからね。はい、ということでね、僕の体が動くうちに、素晴らしい次のゼロも、作りたいと思いますので、皆様いっぱい、今回の放送にも反応してください。そしてガロ YouTube も、金の盾100万人登録を目指していきますので、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。では鈴村玲役の藤田玲でした。ありがとうございました。みんな見てね。